1来い。1赤い。1赤い。1赤い。やったー。いやまだいるな。俺やね。何？二人ともディスコで通話しながらとかやってる？え？どういう関係？え？私がいない間に何かしてたんかもしれんな。まあご勝手にって感じでちょっとご勝手にって思っとこんね。私別に何も思わん、気にしないタイプだから。何してんの？いや別に嫉妬とかそういうあれじゃないよ。別に今トイちゃんいないよ。え、おるくね？おらんと。あ、ご飯食べに行った。あ、え、オンラインのもの取りに食べに行ったんだ。ギャンブルしてたよね。え、してないよ。してないよ。僕嘘つく人めっちゃ嫌いかも。負けなかったら稼いでたのにね。ああ。え、違う、だって。じゃあな。ねえねえ、違う、だってあすくんがさ、なんかさ、当てたって聞いたんだよ。ギャンブルしてたで当てたって聞いたから、私も当ててえなって思ったんだよ。僕は1000円を5000円にしたよ。すごくね。いや、そう、私もそれやりたかった、やろうかなって思ったんだけど、ダメだったんだよ、別に。何のために？何のためにお金増やそうとしてんの？イラストが欲しい職種の。バイバイ。ええー、あ、違う違う違う、嘘嘘嘘嘘。あれだよね、生活をするためだよね。そうだよ、僕聞いて。はい。いや、僕4000円でみんなのために、うん、この武器のレシピ買ってきたんだよ。もうハンドガン使わなくてよくなるんだよ。おお。でもニューちゃんは自分のためにギャンブルしてんだもんね。違う、ちょっとしか、いや、やっぱ、いや、そんなことないよ。生活のためだよ。もちろん今からファーム行ってくるね。今からファーム行ってくる。大丈夫。ちゃんと稼いでくる。任せて。任せろ。はいはい、気をつけてね。あー、 DV 男か。アメとムチがうまいな。え、でも私彼のことはなんて言うんだっけ、メンヘラ製造機だと思ってるよ。いや、あのタイプはメンヘラをいっぱい作るタイプよって思ってるわ、勝手に。別にだから悪いってわけじゃないんだよ、別にね。それでなんか女の子に甘々して、別に女の子がいい気分になるわけだから、少なからずね。だから別に悪いっていうわけじゃないんだけど、そのうち刺されそうだなって思ってる。死んでる。シチュエーション的にはなんか好きな女と電話して、あ、なんかめちゃめちゃなんか好きだよとか言って、あってなってる感じとある、なんかそんなシチュエーションに見えるわ。好きだよ。あー、告白して振られた。ああ、それだ。俺さ、お前のこと好きなんだよね。え、ごめん、私他に好きな人がいるんだ。え、あおかえりー。あら、おかえりひげぼく。おかえりー。これさ、家石にする？あ、そうだそうだ、忘れてた忘れてた。あ、そうだそうだ。石にしたいな、確かに。え、何か必要なもんある？あ、テーブルある。愛が必要。学校でやめて。私ね、実は君のこと好きだったんだよね。ずっと昔から好きだったんだ。 I love you 君に捧げる I love you ソング。ギターの音がうるさすぎてあんま聞こえないかも。あ、ちょっ